こんにちは、にじこです。この写真のこの缶なんですけどね、30万って書いてありますでしょ。これ貯金箱なんですよ。ワンコイン500円玉貯金、結構ね溜まってるんですよ。そこそこ重くなってます。まだでも全然余裕あるんですけどね。なんかこんなね些細なことがねすごく楽しいんですよね。財布から500円玉出してポトンって入れるとかね、なんかその入れるたびにこうなんかウキッてするんですよね。でね、これがたまったら風さんの海外遠征に行く時の足しにするんです。はい、いやいや、私の頭の中ではもう風さんは海外遠征に行くことになってて、私も行くことになってるんです。未来の先取りをしております、勝手にね。いや、そんなこと考えてると楽しいんでね。いや、それでね、今日はちょっと下水話をしようかと。お金の話、まあ下水っていうこともないんだけどね、お金って大事ですからね。あれです、風さんは日本経済を回してるという話です。いや、でも本当にそう思うんですよね。まあ思われますよね。だって私の個人的な私だけのことを見てみても、まあ、CD 買うじゃないですか。ブルーレイ、先日のブルーレイも買ったし、私はまあライブにも行かせてもらって、そうライブやってるじゃないですか。風さんいっぱいね、ホールツアーもやったし、11カ所武道館もやったし、あとちっちゃいのちょこちょこやったりしてるし、ビバラにも出たしね。あとレコード出しましたよね。でレコード買ったらプレイヤーもいるじゃないですか。でレコード買ってプレイヤー買うでしょ。そして楽譜出たから楽譜買うでしょ。もうそしてサブスクとかね。あとオーディオ機器もね、ちょっとやっぱりね、よりこう綺麗な音で聞きたいと思っていろいろこう買い揃えてみたりとかね、なんやかんやと。あ、そうグッズもねたくさん買いましたしね。本当にねものすごく使ってます、お金。でもね、これがね嬉しいんですよ。お金を支払うのが嬉しいっていうね、珍しい体験をしておりますね。だいたいお金払う時って、あ減るとかね、あもったいないとかね、そういうのよぎりがちじゃないですか。でもまあ風さんに関してはね、もう払えることが嬉しくてしょうがないみたいなね感じなんですよ。いや、でも皆さんもそうじゃないですか。わ、グッズ買えた嬉しい、 CD 買えた嬉しい、ライブ行ける嬉しいみたいな、もうそこに お金を払って手に入れることができることがもう嬉しくて幸せでみたいなね、そんな感じですよね。だから経済は回るし、そしてお金を支払った人たちもみんな幸せな気持ちでお金を支払ってるから、そこにつくお金のエネルギーもハッピーなエネルギーじゃないですか。だからもうなんかすごく日本が活性化されるんじゃないかって。いや、私これ結構マジで思ってます。本当に本当ですよ。だからね、経産省の方、本気で日本経済考えるならちょっと藤井風さん注目したらどうでしょうって思うくらい。だってほら、今こういう時期でね、なかなかお金回りにくくなってるじゃないですか。停滞してるじゃないですか。そんな中こんなに回してくれる人いませんよ、なかなか。そう、それでね、これはねビッグイシューって言うんですけど、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、ホームレスの方がよく駅前とかで売ってる雑誌なんですよね。で、まあ私これ見つけたらいつも買うようにしてるんですけど、これはホームレスの方が自立するため の活動なんですよね。売上のね確か半分が入るんじゃなかったかな。私はいつもワンコインで買うってことにしてるんですけど、350円くらいだったかな。で、これね、
読み物としてもなかなか面白いんですよ。なんかハリウッドスターとか取り上げてたりとか、ホームレスの人生相談とかもねあってね、これなかなか面白いんですよ。深いこと答えてるんですよ。で、今回はね、この和夫石黒さんっていうノーベル文学賞取られた方のね特集ですけどね、うん、でね、これね、なんで私いつも買うかっていうと、単なる寄付とかそういう、そこもあるけれども、やっぱりね、頑張る人をね応援したいっていうのはあるんですよね。頑張ってる人ってすごく応援したくなりませんか、なんか。で、応援自分もされたら嬉しいしね。で、すごく、そしてね、ワンコインでね、だけでね、すごく素敵な笑顔を返してくれるんですよ、皆様。うん、もうその笑顔がね、私にとってはすごく豊かになることで、もう、そんな笑顔を私に向けてくれるのみたいなねそんな気持ちになって気分よくなっちゃうんですよね、それだけで。本当にだから私の方こそありがとうみたいなね。で、向こうもありがとう、私もありがとう、どちらもありがとう、ウィンウィンみたいなね。そうそう、それで私も日々ね、いろいろ、わあ嬉しい、ありがたいって、ここで皆さんにコメントもらって、いつもあったかいコメントもらって、もう泣きそうになることもあるんですよ、もう嬉しくてね。で、その思いを、ああこんな気持ちにさせてもらった、これを誰かにも同じような気持ちを味わってほしいと思って、また恩送りみたいなねことをするじゃないですか。そうするとまたその方が別の人にみたいな、すごくいい循環ができるなと思ってね。そうそう、なんかいいですよね。だから私も風さんにいつもいっぱいもらってるんで、それを、風さんにも返したいけれども、まあとりあえず目先のね、気分よくなれるようなことをねできたらいいなって思ってるんですけどね。また出ました、お金の勘。これね、本当にね、些細なことなんですけどね、聞こえます嬉しいんですよ。あ、たまったたまったみたいなね、こんなことがね、もう本当にいずれいつか海外でコンサートされるでしょうから、風さん、その時の足しになるように頑張って貯めようと思っております。うん、なんか何の話でしょう全然風さん情報でも何でもなくてごめんなさい単なる私のどうでもいい話でしたけれども、でも何ですかね、結局のところですね、風さんは日本経済を回してるというお話ですはい、では今日もありがとうございました、聞いてくださり。ではまた。